はい、こんにちは。札幌占い美容師相川の後藤です。今日は、今モデルさんからこんな感じがいいっていうことだったんですけど、これちょっと見えますかね。で、あまり仕事の関係上ですね、正直ちょっとブリーチを結構入れないと難しいっていうことを言ったんですが、仕事上あまり入れないからですよね、はい、なので最小限にちょっと抑えていきたいと思うので、まあ、本当に少ないブリーチで、で、まあ、なおかつ少ないブリーチだからいろいろ同時進行もできちゃう部分もあるかなと思うんで、ワンプロセスでいけるかな。今から1時間半でカットブリーチカラー、通常では多分難しいと思うんですけど、1時間半でいきたいと思います。なるべく少ない部分で、髪の毛が全部100だとしたら、5% ぐらいでブリーチをやっていこうかなと思います。で、あとは通常通り染めていこうと思うんですが、まず1回ちょっと変なやり方かもしれないんですけど、通常に1回ここから全部塗っちゃいます、一発で。で、そのカラー塗ったところにブリーチをしていくような感じなので、最初に分け目を聞いといてですね、分け目ここで大丈夫ですか？はい、はい。で、まあ、ある程度大体ライン塗っちゃうと分かんなくなっちゃうんで、自分でイメージちょっと作っといて、どの辺に入れるのかなっていうイメージをちょっと作っときながら、はい、で、今決まったらあとは塗っていく感じですね。で、塗っていきます。で、結構根元側赤くなりやすいんで、根元あんまり攻めたくないなっていうのが正直あります。伸びた時にあまり気にならないようにしたいんで、ちょっとコームでぼかしながら塗りたいなと思います。あんまり横のライン作らないようにして、伸びてきた時に目立たないようにしたいんで、こんな感じでちょっと塗っていきます。あ、前髪はやってもらったことないんで。自分でやってるの？そうですね。自分で切ってるの？そうですね。あ、そうなんだ。あ、じゃあ前髪触らせない感じですね、基本的に。そうですね、基本的には。あ、なんか確かに今の感じでめちゃくちゃいい、よくなってると思うんで。たまにいらっしゃるんですよね、前髪こだわりあって、あ、あの切っては欲しくないとか、あの癖とかがちょっと、例えば普通にまっすぐ切るとどっかが上がっちゃう人とか、あと特に前髪なんだろう、こだわりある方とか、自分で切って超うまい、しかも、絶妙なバランスで切ってたりとか。普通のハサミですか、切ってんのって。あ、お母さんが美容師だったんで。あ、そうなの。美容師って言ったら、まあ、見習いから入ってのあれですけど、はいはい、あ、そうなんですね。今やってハサミがあって、それで切ってますね。あ、使えるからね、ハサミ結構長く、すきバサミとかで。あ、ありますね。あ、じゃあ全然できますね。なんか赤く出ると思ったので、カラーはフォレストンの6-91、ちょっとトーン下げます。で、99-81 ですね。これ1対1に対して、20% マテリアの M ミックスを入れています。ちょっとアッシュでと思ったんですが、なんとなく赤み出そうな気がしたので、ちょっとマテリアのグリーンパッと入れました。そういう感じで今日は調合してます。で、根元今これちょっと開け気味で、全体今ワンタッチで塗ってるんですけど、ワンタッチでも後で、まあいろいろこう通常のカラーだったら、まあこっちの方を少し明るくしたりするんですけど、今日はあのブリーチ入れたりとかいろいろするので、このやり方で大丈夫です。これカラー塗ってるのつまんないもん、見てる人。そっか。だってただ塗ってるだけじゃん、これね。
そう、これつまんないですめっちゃ。だからね、困るんですよ、どうしようかなと。じゃあもうちょっとなんか明るい話しましょう。明るい話ね。じゃあちょっと今ここで切り替えるから、はい、カラーの方をね、はい、その後はじゃあ明るい話明るい話は俺全然ネタないけどね。はい、すいません。じゃあこちらから今カラー塗り終わったんですけど、はい、まあカラー普通にあの根元ぼかしてコームで全部塗りました。でここにもブリーチ入れちゃいます。なんでかというと、ブリーチを最初にしてトナーしてとかなると、まあ皆さん結構このホイールでやって、でホイール以外のところをなんかこうホイール避けながらやったりとかもあると思うんですけど、めんどくさい、まずめんどくさいっていうか、なんかその作業があまりスマートじゃないのが、スマートじゃないのがなんかちょっと嫌で、でこの状態にメッシュを入れます。でこの今ついてる薬で乳化します。トナーですね。ということでちょっと若干カラーも、まあ、マットも若干入れてますし、少しカラーを少し濃く作ってて、それをトナーしてっていう感じにすればワンプロで終わるので簡単です。すぐ終わるっていう感じで、もうこのままブリーチ入っちゃうっていう感じですね。でここで大体全体を100と考えたら 5% ぐらいブリーチを入れていくっていう感じで、やっていきます。でブリーチ剤の方は、カラー剤もそうなんですけど、どっちもムササビ 5% 入ってて、こちらホワイト、普通のパウダーブリーチと、あとちょっとしたものが入ってる感じです。はい、あともうメッシュ入れるだけなので、であとこうやってみてコーミングしたら、じゃあどこに、まあ、一回イヤートゥーで分けた方がいいかな。イヤートゥーから分けて、どこにどのぐらい入れようかなっていう部分ですね。どうやって入れたら全体入って見えるかなっていう感じですかね、考え方としては。で今回の、まあ、カットライン多少ちょっと後で切るんですけど、見るポイントとしてはちょっとこういう風に動かしてみて、あこの辺に入れたら結構出るんだなっていう部分をですね、ちょっと探ります。大体ね、あのこのボンのくぼあると思うんですね。この耳のこの、もみあげの延長線上のぐるっていうところ、ここに入れれば大丈夫です。まあ人それぞれカットラインがあるので、そのカットラインに合わせて入れていった方がいいんですが、ある程度最初の段階でイメージしていった方がいいです。多分すぐ終わると思うので、じゃあ明るい話をしていきます。よくわかんない。リバネット使って塗っていくんで、毛先ちょっとまあトリミングを取る位置がポイントなんですけど、要は根元で取っても根元は見えないわけですから、どこで取るかというと毛先で取るわけですよ。この一番見せたい場所で取るんですね。はい、チップを取ります。こんな感じで取ります。そして見てるかな。はい、そしたらこここんな感じになるので、この部分を入れていくような感じですね。はい、でここも根元まで入れないで、毛先だけ見えるところだけでいいので、本当に今日は最低限の場所を入れていくので、見えるとこだけを、ブリーチを入れます。いいでしょうか。はい、で逆塗りします。これポイントなので、逆塗りは表面だけ、裏面塗らないで表面だけこのように塗っていって、はい、終わりって感じですね。で今度は反対側、これも顔見えてないから何言っても大丈夫ですよ。今何言っても、今はもう絶対何でも言えます。楽しいことでも、会社の悪い何でも言います、ね、顔見えてないで、まあ、全体的には誰かバレてますけどね。そうですね、基本ネガティブだからさ、楽しい話最近してないの。もう未来の話ばっかり不安なことばっかり、やりすぎ工事見すぎてもちょっと不安なことで、都市伝説見すぎ大丈夫かな、 AI に支配されるんじゃないかって最近怖くて。ああでもそうだと思います。それはもうさ、将来は絶対にそう思う。思います。これお前話になっちゃない、大丈夫。いやでもそうじゃないですか。でしょ、うん、怖くない。だってもうレジ、お店とかもレジセルフですからね。怖い。あれがだんだん人じゃなくなっていくのはありえると思いますね。そうなのか、うん
これも AI スピーカーに聞かれるんだな、これを YouTube に上げると。ああ、そっか。